えー、では、これは山川か山川の世界史図録に、えー、いろいろとなんか図とか書いてあるのでちょっとこれを見ながらですね、えー、ちょっと書いてみたいと思うんですけれども、あのーま、ちょっとポイントとしまして、あのー、えこんなふうに世界大戦始まっちゃうのっていうところを理解していただきたいんです。えーま、戦争ってあいつにくい絶対に許さない。 でいよいよ、ね、最後外交交渉ではなくてもう力でぶっ倒してやるって言ってそして戦争が始まるんだったら憎いわけですから絶対あいつ許せねえあいつこいつらやっつけてやるっていうねそういう思いで戦いあの兵隊もそういう思いでね いくものかと思うじゃないですか、普通はね。そんな特別な問題があったり、恨んだり、絶対にやっつけるぞっていうのがない限り、よその国いきなり攻め込むなんてなさそうですよね。えー、だからかなりのね、あの、恨みを持って、やっつけてやるってつまりやってるように思うんですけども、でも実際は第一次世界大戦はそういうものではなかったということ。まあ、第二次もそうなんですけどもね。えー <coughs> ね、なんか黒いのがいっぱいついてるあの結論的に言ってしまうと多分これね50カ国以上が参加した世界大戦ですから第1次世界大戦50カ国ですよで、えー、7000万人以上の軍人があの戦ったんですね亡くなったのは戦闘員が900万人以上ですからまあ 人人に1人ぐらいくえーえー、っとあもっとか、えー、10, 10人に1人で700万だもんねだからあそうねじゃあ8人に1人ぐらいかはいだから7000万人戦って戦闘員900万人死んでるわけですね900万ですよ約1000万ですよね いやー。で、それだけじゃないんですよ。非戦闘員が約700万人死んでるんですね。えー、非戦闘員ですからね。50カ国ですよ。ところが、攻めてる兵隊たちは、あれ、俺たちなんでこの国攻めてるんだろうっていう。別にその国恨んでないし、この野郎こいつをみたいなのがあるかって別にないわけですよ。なんで戦ってるのかよくわかんないというね。えー、うん。だからその、そもそも、 あのまあ、ヨーロッパ中心に始まった戦闘なんですけどもヨーロッパのだって兵隊もそうですし王様とか大統領とか、ね、そういう指導者たちも誰も望んでない,、ね、いや戦争は避けたいですよねっていうね誰も望んでませんよねですよねみたいな上手に避けましょうみたいなみんな戦争指導者たちは戦争したくない。 戦争したたいいやつななんんかか誰もいなかったんですよほら第二次大戦はヒトラーとかね戦争をねよし俺が世界征服だみたいなとんでもないのがいましたけれども第一次世界大戦に関しては誰も戦争したくなかったんですよ。えーイツえー、当時ドイツはドイツ帝国ですから皇帝がいるわけでドイツ皇帝も戦争したくない。ねロシア皇帝だって戦争したくないわけですよ。 えー、でもせざるを得なくなっちゃった始まっちゃったああ戦わなきゃいけない結局あの戦争を何のためにやったんだろうねとっていうのが第一次世界大戦だったわけなんですですから今のね国際社会誰も世界戦争なんかしたくないですよ、えーえー、そういう気持ちさえあれば世界大戦にならないのかといったらそうでもないということですよ、えー じゃあいかにして第一次世界大戦が始まったのかこれをですねちょっと見ていきたいわけなんですけどもえ一応ちょっとまあ大雑把に見ていきますとえ日本はこれ大正時代ですね第一次世界大戦大正時代日本は参戦しますそして勝ちましたはいえまあその結果あのまあ中国大陸でね権益を得たそれだけじゃない南洋諸島ね えー、オーストラリアの北東辺りのかなり広い海域にちっちゃな島がありましたけどもあの南洋諸島を、ね、委任統治国,国連から頼まれてねもうちょっと日本よろしくってあれドイツがあの植民地にしたんですけども、えー、ドイツ負けましたからねドイツ領国連から頼まれてね しかたないから日本が、えー、統治したんですけどね <laughs> 日本が出しゃばっていってここ僕がとか言ってないんですよ国連からすみませんあのちょっとお手間かもしれないけれども、えー、ここいっすかっておうもうやぶさかではありませんかって言ってですね、えー、日本の委任統治になったわけですけどもねはい まあですから、日本人の意識の中ではなんか日本が第1次世界大戦に参戦したという意識がもうなくなっちゃってる人多いと思うんですけども日本は第2次世界大戦負けましたが第1次世界大戦は参戦して 勝ったわけなんですね。はい。えー、大正時代の出来事です。まあ、それは明治時代にね、富国共兵策でどんどん、どんどんね、列強に追いつくといって、えー、国を磨き上げてきた。そして、しっかりとした経済力、そして軍事力を持ち、そして鍛錬を組み、えー、積み上げてきた。だからこそ、こういうね、えー、場面になった時にしっかりとした役割を果たせたわけなんです。そして、えー、っと、まあ、あの、えー、っと、 中国大陸に、まあ、ドイツが、まあね、疎開とか持ってましたから、ね、軍も置いてましたそこを日本が攻めたわけですよねでそれだけじゃなくて日本はあのヨーロッパにも、えー、あの船を派遣してるんですね軍艦を派遣してるんですね えー、なのでまあ南洋諸島委任統治受けましたで中国方面にもね実際戦いましたでさらにね、えー、軍艦をヨーロッパまで当時大正時代ですよヨーロッパまでねあの軍を派遣したということそれから看護師さんたちを、えー、派遣しました。えー まあそういうふうにして、えー、当時すでに日本は、えー、世界の5大国の一員に入ってましたからね。えー、まあ今でいうところの G5 と言ってもいいでしょう。まあそういうね、えー、大国としてですね、えー、関わっていったということなんです。で、なぜ第一次世界大戦に関わっていったかといったらそれは日英同盟があるからですね。日本とイギリスは同盟国ですよ。えー、で、イギリスはドイツと戦うわけですよね。そうすると日本のすぐ近く、えー、中国に ドイツ軍がいるわけですから,からそ同盟国が、ね、ドイツと戦ってる以上じゃあ日本はそこを攻めなきゃダメですよね、えー、そこで、えー、中国大陸で戦ったわけなんですえで,でですねもう一回ちょっと第一次世界大戦がどんなものだったかということなんですが、まあ、産業革命の後ですから、えー、もうあの えと飛行機とかが出てきて,てそて空爆というものをするようになったわけですねですからもうプロの、ね、兵隊が、ね、刀を振り回してっていうレベルだったら、あのー、違ったんでしょうけども、あのー、民間人を無差別で攻撃するということが起きてしまったわけなんです、はい、ですから先ほど言った通り、えー、戦闘員が900万人 えー、亡くなっただけではなく非戦闘員、えー、民間人が700万人命を落とすわけなんですねはい、えー、そしてまあ50か国があの、えー、参戦したということそしてこの、えー、戦争によって4つの帝国が消滅してるんですね、えー、一つはドイツ帝国が滅びましたはいそれからロシア帝国も滅びましたねはい まあまあ,あのその前に日露戦争でロシア負けてるので、えー、ちょっと弱ってたんですよ <laughs>、えー、そして第一次世界大戦これが契機となって、えー、っと <coughs> ロシア帝国は滅びましたそして、えー、オスマン帝国もこの時に滅びるんですよねまあオスマン帝国といえば、まあ、トルコが本拠地ですけどもかなり広い範囲ね、えー、抑えていたそのオスマン帝国が滅びることになったわけですさらに言えばオーストリア ハンガリー帝国ですね、まあ、開戦のきっかけとなったオーストリア・ハンガリー帝国、えーまあ、今オーストリアとハンガリーは別の国ですけども当時はオーストリアハリートリー・ハンガリー帝国という国でしたね、えー、この帝国も滅びました4つの帝国が消滅したそれが第一次世界大戦ですそして第一次世界大戦が終わって世界に平和が訪れるねそして結局 第一次世界大戦はドイツがいけないってことになってドイツを締め上げて賠償金を取ってですね、えー、でドイツはあの、えーね、あの大きな軍を持っちゃダメですよドイツさえおとなしくしてればね、えー、大丈夫なんだって言うんですけどまあ今日これからね開戦の経緯説明しますけどもドイツのせいですですぐ話じゃないんですけどもね。 えー、確かにドイツがあの原因の一翼でもあるんですけどもいやそれって別にドイツのせいかといったら別にドイツだけのせいではない、えー、ですからドイツが悪いですで幕引きになっちゃったもんですから、えーえー、ベルサイユ体制ですよねベルサイユ条約ドイツが悪いです以上ですと、まあ、向こう何十年かかってでも賠償金払いなさいとなるわけですよね。 えー、でまあ負けた側ドイツは負けた側ですからもう飲むしかないわけですよところが時間が経つとえこれでいいのかと,というか俺たち悪かったのかと俺たちだけのせいなのかと <laughs> でなんでドイツだけこんなね目に遭わなきゃいけないんだといってもうベルサイユ体制をぶっ壊そうではないかみたいに、えー、出てきたリーダーがヒトラーだったわけですよね。ですかかから、えー、世界中がが入り乱れててねねしかもこの飛び道具が出て爆弾を、ね、もう市街地とかに投げ込む でえー、もう、ね、大勢の民間人が無差別で殺された非常にです、ねえー、っとあの悲惨な戦争が終わったあと人々は、ね、もう二度と戦争が起きないようにと誓い合い、えー、ようやく、ね、平和な時代が訪れた世界戦争なんてまっぴらご,んごめんだと言ったわけですよね。えー、ところが、えー、第一次世界大戦が終わってからわずか21年後ですよ。 わずか21年後に第二次世界大戦が起きるわけですね。で第二次世界大戦は第一次大戦をしのぐ、えー、<coughs> 戦果をもたらしたわけですね。 戦闘員も非戦闘員もさらに多くの犠牲が出ることになるわけなんですけどもあれほど悲惨な戦争をやってもうやめよう平和がいいよねって言って誓い合って下の根もそのそのその下の根も乾かぬうちといいますかね21年後に再び第二次世界大戦ですからまああのお互いねお互い様だね えー、ドイツだけに責任を負わせるようなことではなくてね、まあ、ドイツも悪かったけど俺たちも悪かったよみたいなだって喧嘩ってそうじゃないですかごめんねあいや僕も悪かったよ私も悪かったってこれがあの、ねえー、和解じゃないですか俺たちは一つも間違ってないお前たちは全て間違ってるとそれは勝った側が言うから仕方なくですねってなりますけど <laughs> ええー それは過根を残しますよね、はい、でも第二次世界大戦の後も同じような幕引きだったわけですね、まあ、ドイツは悪かったですよ。ねえ で,で、日本もドイツと同じように言われたわけですね。日独位の3カ国がね、すべて悪いと。この3カ国がおとなしくしていれば世界が平和だというね、えー、形になって全部日本のせいですと、えー。あることない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 ことまで全部日本のせいになったわけですね。100人切りとかね、30万人とかね、いろいろありました。いやー、それ違うんだろうけどって思うことも反論一つもさせてもらえないというね。えーですから 1> 第1次世界大戦の時の禍根をそのまま第2次世界でまあ日本はそれをね、えー、その後その戦後のねサンフランシスコ講和体制をぶっ壊すぞとか言って武装して攻め込むぞなんていうのはなってないですけどもやっぱそれをね、あのー、しっかり乗り越えてね世界のリーダーに日本はねなっていってますけどでもやっぱり精神的にね、えー、追い詰められ牙を抜かれで、えー、結局ウクライナでこういうことが起きても防弾チョッキを送るのがもう精一杯と。 というね本当におかしなことになってるわけなんですでやっぱが繰り返すわけですね。えー、でこの第1次世界大戦というのは本当に意味不明な形で世界中が、ね、戦うことになったということじゃあこれどういう背景があるの、まあこれ全部世界第1次大戦をね全部やることができないので、えー、まあ、ちょっとね始まったところにフォーカスをしてお話をしていきたいと思っておりますじゃあここで切り替えをさせていただきましょうかねよろしいですか、はい えー、ここでちょっとチャンネル、えー、切り替えをさせていただきますので、まあ、チャンネル会員の方は引き続き最後までご覧いただきます、まあ、もしこれ良ければですねこれを機にチャンネル会員になっていただきまして、えー、毎回最後までご覧いただくようにですね、えー、していただけたらあ,あ,りありがたいなと思いますよろしくございますかはいそれではここまで